こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田悟と申します。どうぞよろしくお願いします。今回はプラチナの話をいたします。人生のお供にプラチナを新社会人の皆様へと題します。こちらをご覧ください。合計6点あります。まずは、プラチナコーンもあり得る。 節目でプラチナが登場ということでですね、お話をいたします。こちらの通りなんですが、人生の節目、節目にプラチナが登場します。例えば、様々な場面で登録をする会員制度において、ゴールドの会員よりもランクが上の場合が多い、まあ、こういったですね、ランクが上の会員になるケースがですね、様々あると思います。プラチナ会員、 ですね。えー、そして、結婚70周年なんですね。プラチナ婚式というふうに言われています。金は50周年ですので、金よりも20年も長いということですね。えー、そして、銀婚式が25周年、ダイヤモンド婚式が60周年ということで、金よりも銀よりもダイヤモンドよりもプラチナ婚式というのは長いということですね。 まあ、70周年ですので、現実的に起き得るかという話はあると思うんですが、長いということですね。場合によってはあり得るということです。そして、婚姻の際、あるいは自分を飾る、あるいは誰かへ送るというものとして、プラチナ製の宝飾品を購入する、あるいは送るということですね。プラチナの宝飾品というのも人生の節目に存在し得ます。そして、 長期の視点でご自身やご家族の資産を増やすためにプラチナの積み立てを行うということもあると思います。まあ、こういったふうに人生の節目、節目にプラチナが存在をしていると。ですね。えー、自然とプラチナがですね、伴奏をしていると。まあ、こういうふうに言って良いと思います。では次なんですが、そのプラチナなんですけれども、実際にですね、その状況を確認をする。 ですね、魅力を確認をするという点においては古い常識と新しい常識を両方ともですね認識をする必要があります例えばこの古い常識なんですが「触媒の需要は急減すると」と、まあ、こんなふうにですねいっ言われていたんですね今現在も言われている節はあるんですがひとまずはですねこの古い常識ということで触媒の需要の変化について確認をします こちらです。プラチナの全需要に占める産業用の用途の割合というのは半分を超えています。金ですとか銀ですとかの場合は宝飾向けの需要が多い傾向がありますが、ことプラチナにおいては半分以上が産業用なんですね。例えば自動車、排ガス、浄化装置、あるいは化学、ガラス、石油、電子部品、 といったですね、触媒であったり、あるいは融点が高いということもあるのでですね、高温化における部品製造の一部のですね、部品に使われていると、まあ、こういう傾向があります。ですので、放射はメインではないということなんですね。まずはここを押さえておく必要があります。で、この自動車排ガス浄化装置なんですが、これはですね、何かと言いますと、 車のですねお腹の部分にある内燃器官と消音器、まあ、つまりエンジンとマフラーの間にあるです、ね、筒状の装置がありますこの筒状の装置の中にハニカム状ですね蜂の巣状になっている型があってその型にですねプラチナなどの触媒作用を持っている金属が塗布ですね、まあ、塗られているんですね。 で、この装置をエンジンから出た排ガスが通過をして消音器に行くにあたり、この装置の中でですね、プラチナが触媒作用を使って有害な物質をですね、えー、二酸化炭素ですとか水に変えてくれているということなんですね。ですので、ディーゼル車ですとかですね、そのガソリン車ですとかが走る以上は必ずですね、必要な用途であると言えると思います。もちろんプラチナだけではなくてですね、 パラジウムですとかロジウムが使われているケースはあるんですがプラチナもですね主にはディーゼル車に使われていますでこの自動車排ガス浄化装置向けここにですね注目をしていく必要がありますではですね次なんですけれどもここですねプラチナの古い常識というふうに書きました2015年の9月にフォルクスワーゲンドイツのですね車の大手なんですが この会社が違法な装置を使って、排ガスのですね、浄化テストをくぐり抜けいったという問題をですね、アメリカの政府機関が公表しました。それによってですね、この会社が作っていたディーゼルエンジンを包んだですね、車の信用失墜につながっていき、多くの人がこの問題発覚が、プラチナの使用な需要を急減させ、その需要急減が プラチナ価格を急落させるというふうに考えたんですね。2015年のの秋以降の話でしたこういった経緯を経てですね古い常識が生まれましたフォルクスワーゲンの問題発覚によりディーゼル車の信用失墜同社の排ガス浄化装置に使われているプラチナの需要は急減し価格は急落すると、まあ、こういうですね常識が生まれたんですね。 でまあ、実際にはですね、急減はしていなかったんですが、価格はですね、大きく下がり、長期低迷に至りました。ですから、この古い常識がプラチナ価格の長期低迷の主な要因だったと言えると思います。実態は違うんですが、常識にですね伴って広まっていったムードですね、まあ、こういった部分がですね、価格を長期低迷に追いやったと考えています。 でこちらですね、プラチナの自動車、排ガス装置向けの需要というのは、2015年以降、まあ、急減はしていないんですね。若干減ったものの、急減には至っていないということがわかりますし、2020年のコロナの影響で大きく下がりましたけれども、その後はなお回復見通しということになっていますので、プラチナのですね、自動車向けのその需要というのは、 大きく心配をすることは本当はなかったんだということなんですね。え今後も心配する必要はあまりないと今のところは言えると思います。ただやっぱりま心配事がですねあると人はえ気になって価格が下がるというふうにですね考えてしまいがちですので、それによって価格が下がったということなんですね。これはですね過去の常識というふうに考えておくべきだと思うんですね。実際ですねなぜ 急減しなかったのかと言いますと、こちらなんですね。自動車の生産台数こそ減ったんですが、ですね、こちらの通りに、自動車1台あたりの排ガス浄化装置向けの金属消費量というのは、これは増えているんですね。ですので、そう考えていきますと、えー、見た目ですね、生産台数が減ったから、プラシナの需要も減っていると、まあ、こういう連想が強まっていったわけなんですが、よく見ていきますと、そうではなかったということなんですね。 ですので、問題発覚、需要減少、価格急落というですね、状況というのは古い常識ということでですね、考えておく必要があると思います。で、新しい常識も同時に存在するんですね。脱炭素、キーの需要が増加するという点であります。こちらの通りですね、水素にプラチナは深く関わっています。グリーン水素。 なんですね。で、他にはですね、ブルー水素、グレー水素というように、大きく3つに分けられます。まあ、場合によっては4つのケースもあるんですが、大別すれば3つなんですね。と言いますのは、このグリーン水素ですね。こちらにつきましては、生成過程で温室効果ガスを排出しなかったですね、ものなんですね。えー、ですので、脱炭素、環境配慮に最も 適したものであるとと言えると思います次にブルーなんですがこれは生成過程で温室効果ガスを排出したもののそのガスを回収したというものなんですね主にですね、まあ、天然ガス等を使って生成していくわけなんですが天然ガスを使うということは一定程度ですね、まあ、CO2 が排出されますということでありますからその生成過程で発生した温室効果ガスをですね 回収したとみなされた水素については、ブルーというふうになります。で、グレーなんですが、これはですね、生成過程で発生したガスを大気中に排出したものであるということなんですね。ですのでですね、水素と言いましても、大きく3つに分かれていて、最も望ましいのはグリーンであると言えると思います。ブルーも適しているというふうに言われることはあるんですが、 排出ですね、された二酸化炭素等をですね、どのように回収をするのか、どのように管理するのかという問題点がありますので、まあ、やはりですね、このグリーンというのが目下、最もですね、望ましいものであると言えると思います。このグリーンですね、水素に実はプラチナが関わっているんですね。一番上なんですが、水素の生成装置なんですが、これはですね、 水のの電気分解の原理なんですね水にですねこう電極があってです、ね、分解をしていきますと陰極部分で水素が発生するんですね。で発生した水素を回収をして産業用社会のインフラ等にですね使っていくということなんですね。でその生成装置の電極部分に実はプラチナが使われているケースがあると言われています。 効率よく水素を回収できる装置にですね、こそ、プラチナが使われていると言われています。まあ、こういったですね、今後、どんどんと需要が増えていく分野にプラチナが関わっていると言えると思います。もう一点ですね。FCV、燃料電車ですね。こちらにつきましても、電気分解と逆の原理を使って電気を起こします。その際の発電装置、 の電極部分にもプラチナが使われていると言われています。ですので、えー、今後ですね、環境配慮、脱炭素、脱ロシアと、まあ、こういったですね、テーマが今あるわけなんですが、そこをどんどんとですね、進めようとすればするほど、実はプラチナの需要というのが増えていく可能性が高いと言えると思うんですね。これこそプラチナの新しい常識と言えると思います。で、 まあそういったですね、古い常識があってですね、新しい常識があって、せめぎ合って今いるわけなんですが、こういう状況の中でですね、価格はどのように動いていくのかということを考えていきます。3つパターンを考えてみました。今ですね、1グラムあたりおよそ4000円なんですね。この価格が少しずつですね、一定程度ですね、一定の速さを持って価格が上がっていって、 30年後、2052年の3月に6000円に達した場合、これをパターン1にします。そしてパターン2なんですが、これは2042年ですね、20年間価格が上がりも下がりもしなかったというふうにしてですね、2042年以降の10年間で価格が上がり5100円に達した場合、これをパターン2とします。そして、 4000円だった価格が2047年ですね、えー。つまり25年かけて価格がどんどんと下がっていったとします。で、えー、2047年以降に価格が大きく反発をして3700円で終わったパターン。これをパターン3とします。このパターン123においてですね、毎月1万円ですね、プラチナのですね、取り立てを行った場合なんですけれども、どのパターンがですね、 最も収益がですね、大きいかということを考えていくんですが、もともとですね、その前提としましては、前半部分というのは古い常識が残る可能性があると考えました。ですので、上昇しにくいというふうに思いました。ですので、パターン1よりはパターン2ですとか3の方がですね、現実的に起き得る可能性はあるんだろうと思っています。しかし、後半部分ですね、 この新しい常識、脱炭素基因の新しい需要が生まれていくというですね、新しい常識によって価格は上振れする、上昇するというふうに考えます。ですので、パターン2のように大きく上がったり、パターン3のようにですね、より大きく上がったりするケースは起こり得ると考えます。まあ、このですね、パターン123において、毎月1万円プラチナを買った場合なんですが、収益は こちらの通りになりました。2052年の3月ですね。まあ、このグラフ上はですね、えー、あまり大きな差はないように見えますけれども、実はですね、順番がつくんですね。パターン3が最も収益が大きいパターンでした。次になんとパターン2なんですね。順調に上がっていったパターン1だったんですが、3つの中で最も収益が小さいパターンとなりました。 毎月ですね、一定額買っていくわけですので、価格が下がればですね、下がった分だけ購入できる数量は増えます。まあ、つまり価格の下落というのは、保有数量を増やす要因になるんですね。ですので、一定程度ですね、価格は下がった方が保有数量を増やすという意味でプラスなんですよね。そして価格が、ね、最終的に上がった場合、この場合というのは、なおのこと、収益を 大きく増やす要因になります。ですので、保有数量をいかに増やすか、最後のです、ね、価格をいかに上げるかというふうにですね、考えていきますと、はじめはダメでも、後で価格が上がる可能性があると。これがですね、投資における、毎月ですね、一定程度買っていく際の大きなですね、メリットにつながっていくと思います。と考えていきますとですね、プラチナというのは、はじめはダメかもしれませんけれども、 長い目で見ていった場合のですね、後にですね、価格が大きく上がる可能性があると考えていますので、プラチナがですね、最もこのパターンにですね、毎月一定額買っていくパターンにおいてはですね、有効であるというふうに考えています。で、最後ですね、プラチナと大気晩成を目指す楽しさというふうに書きました。今は目立っていません。暗い存在に見えるかもしれませんけれども、 ゆくゆくはですね、長い目で見ていった場合のゆくゆくはですね、大きなことをまあ成し遂げると。まあ、大器晩成であると。まあ、こういうふうに思うんですね。えー、人生におきましてですね、今は忍耐、我慢の日々というです、ね、ケースもあると思うんですね。特にですね、社会人になったばかりの時というのは、さまざまなことが起きます。忍耐や我慢の日々を送ることもですね、時にはあるかもしれません。しかし、 数十年後にはですね、それまでの忍耐我慢というのが大きなですね、身となって帰ってくる可能性はあると思います。えー、と考えていきますとですね、実はプラチナにおきましても、今は古い常識に押されて上昇しにくいと、まあ、こういう状況にあるわけなんですが、ゆくゆくはですね、数十年後は新しい常識に支えられて大きく上昇する可能性は私は多分にあると考えています。 似てるんですね人生もプラチナもですね。と考えていきますと、ですね社会人になったばかりの方は特にですねプラチナともに大器晩成であるということをですね念頭に置きながらですね共に歩んでいくということもですね1つの方法なんではないかというふうに思います。では、関連する商品なんですがプラチナですねにつきましては純金せたてとスポット購入でプラチナも買えます。 国内のですね、株式に関連して言えば ETF がありますね。これは1541などがあります。あとはまあ短期売買中心かもしれませんけれども、国内の商品先物にもプラチナがあります。ぜひご注目いただければと思います。では、今回は人生のおともにプラチナを新社会人の皆様へと題しましてお話をさせていただきました。 えー、次回もどうぞよろしくお願いします。